これ撮れてるのかな。あ、撮れてるね。だから松井を編集するってことで、ってことで、これから始まる、はい、なんだ、全然暗くてわかんねえ。あ、ピント合ってねえ。ちょっと外出てから行くか。これさ、じゃコンビニ寄ろ。ちょっとあれ寄る。 ライトみたいなのつかないの。ライト、あ、ここでつければいいんだ。うん、あ、OKOK、見えた見えた。ってことで、はい、じゃあじゃあこれから始まりますオフィシーの2012年旅行ということで、はい、はい、じゃあちょっとゆいさんからね、運転手、ちょっと一言意気込み的な。やべ、何も考えてなかったそこはちょっとアドリブ聞かせようぜ。楽しみましょう。楽しみましょう。事故らないように頑張ります。はい、じゃあ宴会部長。はい、スマイル 55%、 あ、40%、 70%、 スマイル数値 100% まで。そう、スマイル数値が出んだよ。スマイル数値出んの。出る。じゃあ 100%。 今日は、伊豆ですか箱根ですか。いいですね。どっちかに向かいます。静岡ですね。に向かいます。はいはいはい、皆さん気をつけて事故らないように。はいはい、安全第一で行きましょう。はい、頑張ります。お願いします。はい、いつもさ、最後の最後の俺に来るいつも俺は落ちないのに。そういうあれなんだよ。アウトドア隊長。アウトドア隊長だったの。わかんない。副会長だよ。副会長だよ。今日は会長がいないんで、はい、ちょっと自分頑張りたいと思います、はい、会長の分まで。結局、はい、ケンちゃんから連絡、メールの返信も来なかったけど、誰か連絡した？してないなんか、アミちゃんにあやかが連絡したそれ聞いた。聞いたでしょ。すげえ遠回しだ。アミちゃんが下手したら来そうになってた危ねえ。ケンちゃん、それアミだけ。バップだった。バップだからね。断ってよかった。うん、それはいいや。で、なんか、アミちゃんがケンちゃんにどういうことよって、うん、こんな旅行あるなんて聞いてないよ、私みたいな言ったら、ケンちゃんも、いや、俺あんま知らないみたいな。あんま知らない。いや、俺はただアミちゃんをかわすためにそれ言ってんのかなと思ったら、本当にあんまり知らなかった。マジで？あいつ初めミクシー絡んでたよ。そこまで絡んでたんだけど。絡んでたよ。ミクシー絡んでたから。絡んでた。知ってるはずは。知ってるはず。金がねえかな。金がないんだったらさ。いや、だって金だけ。確かに金ねえわ。金がねえとかあるとかそういうもんだけど。公務員だくせに寮入ってるから、寮でしかも学校みたいなもんだから。給料入ってる。ということで、じゃあゆうじさん、ちょっと安全運転、安全第一で。はい、行きましょうか。頑張りましょう。 PSP でナビしてます。どんだけ優秀かわかんないけど、俺のナビタイムとどっちが優秀か、ちょっと結構優秀だよ。マジで。じゃあいいや。シャレオツですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。出発です。じゃあ出発です。また後で。はい。ちょ、何あれ、駐車券そうなくしたとか言うんでしょ、どうせそこで落ちる。どうせなくした、やべえ、なくしたっつって終わった。それはない。ユージ落としてくれるからいいね。うん、これ翔ちゃんなんか落としてよ。じゃあ落ちないじゃん、いつも。なんか落としてよ。落とした。無茶ぶりもいいのか。まあ、何もこの世の終わりみたいな顔して困惑してるから。困惑してる。なんか意味が分かんない。はい、じゃあということで、じゃあ出発します。ちょっと待ってよ、まだ見つかってないよ。見つかってない。あら、あの女の子。これあった。これありました。じゃあ行きましょう。はい、レッツゴー。500円です。はい、ということで今高速です。はい、はい、ちょっとね、ゆうじさん案の定東京市街地で道に迷ってちょっと出遅れましたけど、ありました、ね、現在11時20分ぐらい。はい、嬉しい。いいですね。到着予定は到着予定は13時57分、ギリギリっすね。ギリギリっすね。うん、とりあえずお腹が空いたで何か食べようかと思います。あ、これ今、首都高です。首都高、これ透明入ってないか、どうでしょう。え、これ透明も？透明入ったよ。マジで？あれ、クレスコの時だった。え、これ透明か。透明か。本当だ。しっかりしてください。これ透明です。透明です。で、なんかさっき、川崎から厚木まで渋滞ってなってたんで、もしかしたら遅刻するかもしれません。その時はつんこちゃんでみんなで土下座しましょう。はい。まあ何よりもね、ちょっとゆうすけが10時ぐらいに起きたっていうなんか衝撃の事実を聞きまして、ちょっとアホだなと思いました。じゃあ移しましょうか。ゆいさん。はい、はい、何聞いたかと思います。はい、なんか神妙不可思議な一言曇り。はい
どん天。何？どん天。どん天だね。雲。どんどんどん天だね。どん天。どん天って感じで。勢いない。本当だよ、これ曇ってるよ。どんだけ真っ黒。窓開けて外映せると。なんか今ここどこに入ってんの？東名。東名です。東名入りました。まだ東京都。今全部行ってるからね。今東京ぐらいから。参加して参加してみた。今東京か神奈川ぐらいか。そう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 。もうちょっとで川崎。神奈川入るか。あと4、5キロで川崎ぐらい。じゃあそうそう昼飯のことを考えないと。そうだね、昼飯のことを考えないと。さっき一人でずっと中行ってたよ、そもそも。それちょっと一応まあね、思い出っていうかなんかコメント残した方がね、そうだよ、ちょっとこんなブサイクども映したってなんかあれなんで、参加しなきゃいいみたいな。本当になんだよその青い靴下。ユニクロがバカ野郎。ユニクロがバカ野郎。じゃあ誰か足くせえか勝負するか。言っとくけど俺昨日風呂入ってねえから勘弁してくれ。言っとくけど俺アクセルから足離さないからね。多分名前は有事優勝者は多分カメラから伝わってくるぐらい臭いと。でも俺昨日じゃない今日風呂入ったんだよ。それで一番だったら俺最悪だよ。でも靴が。いやこれ大丈夫、あの1ヶ月前ぐらいにあの新しくしたやつ。あ、確かに。じゃあもう大丈夫。おしゃれだね。風呂入りづらそうな。あ、風呂は入ってないです。あのシャワーです。シャワー浴びてます。おい、あのエルグランド突っ込んだね。突っ込んだ。バカ野郎。昼飯どうすかマジ。で昼飯。じゃあ米がいい人。昼飯とりあえず麺がいい人。あ、じゃあとりあえずじゃあはみ出して決める。いやその場で決めよ。またはみ出。はみ出でどこのサービスエリアか決める。まずあれよ。そう決める人決めるだけ。決める人決めるための網だ。じゃあ網だを決める、網だを書く人決めないといけない。お前らサービスエリアが何個あるのか分かってんのか。てかペンとか紙持ってんのか誰か。てか工具にペンとか持ってるのか。これ工具ない、何もない。あそこ確か何もない。なんかあった。めんどくせえマジで。やろう。じゃあとりあえず網だを決める人を網だで決める。書く人を網だで決める。あと100キロ網だで決める時点で網だ書いてくる。あと8キロだから網だなんてやってる場合ないんで、あの寄りますとりあえず。一旦休憩入りますか。一旦休憩入りましょう。じゃあそこであの8キロ先なんで、あと4、5分。それで網田作るか。あれかサイコロを作る。えサイコロ作るか。サイコロ作れねえよ。でもいいよ、鉛筆ありゃできんじゃん。ちょっと死ねよ。紙とね、ペンさえあればね、何でも決めるんだよ。そうだ、紙と鉛筆だよね。何でもできる。あと網田3回ぐらい書いてる。あとちょっと友人嘘つかれた。東京料金所だ。これあれだよ、首都高と東名の間のなんかあれだよ。そんな変わんねえよ。怒られた。怒られちった。シュってなんだよ、シュって。うん、シュってなっちゃった。じゃあとりあえず、はい、切ります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今海老名サービスエリアでご飯を食べて、これから次方面ですね、向かってます。厚木方面ですか。厚木もう3人あげた来てるわ。もう厚木ですね、これふるさと。いいよ、小田厚だよ、小田厚。出口、そう、いいよ。あ、多分ね、これね、やらかしたかも。あ、何、あ、やらかしてないから大丈夫か。ここから入るでしょ。わかんねえ。小田原方面は右側、厚木平…わかんねえ、あれ？あ、大丈夫、俺わかる。信じてくれ。いや違う、いや違う、多分これ透明直結じゃない、透明じゃない、小田原直結じゃないんだよ。そう、ここから抜けてくるんさ。いや、抜けなくても行けた気がする。いや、行けるんさ、さっきね。ここは抜けないといけない。そうだっけ。まあいいや。ってことでもお腹いっぱいです。海老名サービスエリアといえばメロンパン。美味しくはないけど、ホワホワしてた。よかった。美味しくはないけど、いや、うまいよ。でもね、一番うまい、日本一うまいメロンパンはファミリーマートのホイップクリームメロンパンだ。うっせえ、それ個人の意見だろうがお前。あれということで、どこでも食えんじゃん。ね、翔太はそば食ったか。食った。俺とかぶりました。すいません、ごめんなさい。あれでもうまかった。ね、赤なんとかそばだね。赤なんとかそば系。もう忘れた。赤も赤もずくの赤もく赤もくあれ美味しい。
あ、とりあえずエビとモズクのなんか微妙な、でもつゆはうまかったよ、醤油ぶっかけだけど。千秋は醤油増やしてる。ちょっとおっさん臭かったね。俺は山菜そば。山菜そばね。おっさん臭いね。もうこの年になってもみんなおっさんみたいなもん食って。おっさんだよ、この靴下とか。おっさんだからユニクロがっつってる。なんかこの色の落ち具合がね、おっさん臭かった。翔ちゃんのそこかよ。翔ちゃんもうおっさん化してしまったよ。これでこの色で5本指とか吐き出したらもういよいよだ。いよいよ。俺仕事基本5本指ですよ。うわ。ユージはなんか豚骨ラーメン、エビナ、エビナ豚骨ラーメン。違う、エビナ、エビナなんたらラーメン。エビナなん、担々麺だと思う。エビナ担々麺。いや、担々麺じゃなかったんだよ。エビナなんたらラーメンなんだよ。じゃあ、とりあえず麺、麺ですね。麺食べて。いや、そうだよ。みんな麺類を食べてお腹いっぱいです。覚えてなくても。で、現在時刻は1時なんですけれども、飯を食べたおかげで到着予定が30分遅れました。多分遅刻です。遅刻です。てか、みんな遅刻です。ゆうすけの車も神奈川組も全員遅刻です。唯一時間つくのはあれじゃない？なおぐらいじゃない？そうだね、なおはね。まあ、どんまいってことで、ちょっと、これ、あれだね、ケンちゃんがいないから、ちょっとケンちゃんの悪口言おうぜ、今のうち。ゆうじなんかない、ケンちゃんの悪口。これ、後でケンジロに見せる。マジで？うん。ケンちゃん、だって投稿したら、今行こう投稿したらケンちゃんも見る。仕事辞めても来ようぜ。だってこういうのは消防士を諦めろと。わっ、ケンジは知ってるから。なんかムカちゃんが知らなかったんだよな。翔太が彼女と別れちゃって。あの時いなかったからね。そうそうそう、残念、残念そうな顔に。新年会、新年会。はいはい、みんな悪口だよ。ケンちゃんの悪口。ケンちゃんガツンって言うっつって、ガツンって言わないんですか。最近ケンちゃんマジで丸くなった。悪くなって、悪くなった、あいつ悪くなった、悪くなった、頭も悪くなっちゃった。なんか大学の時はさ、威勢よくさ、もう帰っちゃうのみたいな言ってたくせにさ、来なくなっちゃった。そう、来なくなっちゃったね。あいつ誘うのはうまいのに、自分で来ないからな。来ないから、うん、来ない時は全くコメントもしないから。そうだね。もう本当だよ。そうそうね、なんかグちゃんとの結婚は控えてるからちょっと丸くなったのか、ちょっとよくわかんないですけど。もうでも多分消防士になったらモテるぜ、ケンちゃん。モテるね。合コン三昧っつって。多分俺の予測的には合コン三昧石の引っ張ったかれて、網分引っ張ったかれて、結婚破談、慰謝料。いや、破談はねえだろう、多分。いや、どうだろう。今でもだって全然考えてない。破談はないな。あ、ブちゃんともう何年目だ。もう5年以上でしょ。そんなじゃないでしょ。だって大学2年の時だから。3年の時だよ。違う、3年か、3年か。3年の時だから。21の時だから。5年目か。5年だよ。うわぁ、投げや。5年だぜ。触ってる。うわぁ、そんな。ケンちゃんその間に浮気とかしてっから。浮気とかして。いやだよ、俺性病もらってっから。そうだよ、バレて土下座してっから。多分ね、網の知らないね、なんか浮気とかも俺 2,3 件は。おっと、最初の 1,2 年で2,3 件はちょっと知ってます。じゃあもうそれをバラされたくなかったらもう今からでも来いっていう。今からでも来いと。ちょっとこれ YouTube にアップして、早く YouTube 見てみろよっつって言ってみようか。YouTube でオフィシーって入れてくれっつって。オフィシーで探してくれっつって。本当やね、アミと一緒に見るんです。じゃあそれはまずい、それはまずい、させん、それはまずい。これちょっとね、あれ、それはまずい、ちょっとまずいっすね。やつ見られたらまずいよ。ここら辺カットやな。はい、編集しといて。はい、編集できるかわかんないけど。編集しません。編集の力だけ無修正でいけばいい。無修正で、無修正でいきますよ。いいぞ、翔太チンコだ、チンコ。ふざけんな、チンコ出したらそのまま YouTube にアップされるぜ。はい、千秋もマジでマルラーマルラー出したらさ、あのオリバーみたいに会場中にバーって広わかんねえぞ。チンコ、チンコ押さえきってんの今。今この中で押さえきってまとめてるんだ。これを放出したらもう多分厚木中に広がる。この車臭くなるんで、ちょっとやめときましょう。なんか肌色の車が来たみたいな。ということで今小田原と平塚の方面に向かってます。ちょっと天気はまだ曇ってますね。ちょっとさっき雨がパラパラと来てましたけど、ちょっと明るくなってきたよね。ってことで、なんか本当に
なんか可愛く女ほど吹きやすいっていうのを俺の中で確かにある。確かに。それはね、うん、常々 AV とか見てても、ああ、分かる。多分あれ羞恥心なんだよね。多分みんながみんな足を吹くと思うんだ。うん、潮吹く体質でいるんだけれども、やっぱ可愛い女の子はおしやかだからね、だから我慢しちゃう、我慢しちゃう、はしたなく、はしたない姿は見せらんない、はしたない姿を見せらんないから、そう同じこと言ってる、繰り返してる、ちょっと大事なことなんで、大事なことだから、大事なことだから、ちょっと大事なことなんで、逆にもう見た目からしてデブはもうなんかだらしがないから、性に対してもだらしがない、性に対してだらしないっていうか、ドストレートすぎるんだよね、気持ちよけりゃ何でもいいやみたいな、でももうほんと押しこ出てもどうでもいいやみたいな、そんな感じ、見られたって関係ねえよ、そうそう、自分で部屋でやってんのと一緒な感じなんだよ、きっとだらしいよ、ほんとやらしい、やだやだ、そういう成長もなんかだらしなかったんじゃないの、なんかオナニーとか開発したんじゃないの、なんかこう社会人になって、あれ、翔ちゃんが、俺が、翔ちゃんが何も何も開発したの、開発、なんか特殊なオナニーを開発したんじゃないかなって何、こんにゃくとかあれを超えるってこと、そう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 、床にとかなんかそういうなんかすごい特殊な、でも翔ちゃん治療だからさ、治療だから、あの普通のオナニーじゃやっぱいけないんだよ、ね、だからあのいろんなものを試してみて、試してる、でもねまだやったことない、小さみてえにあれ、ね、髪の毛とかあの筋肉で試したいとは思わないでもさ、素人早漏がいるわけじゃん、うん、で俺は早漏な方なの、うん、だからできるだけこう刺激を強くしないように、強くしないようにこう、あ、喉元からこうくるってこういくように、おやっぱやるのを編み出したな、編み出した、編み出した、素人のやつはもう初めから最後までガンガンいかないと、初めから最後までガンガン行かなきゃいけない、じゃあ多分時間が大変になる、じゃあでも女の子にとって得じゃんね、それはいいことだと思うよ、行きなさすぎたらあれだけれども、どっちかというと俺行かなすぎたら、逆にガンガン行ってもすぐに行かないっていうのはある意味羨ましいけど、ある意味ガンガン行ったら男優のように、男優のように、残飯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 、お小田原料金所過ぎました、これ普通に回るか、どっちだい、まっすぐまっすぐ、ずっとまっすぐ、最後までまっすぐ、ずっとまっすぐだね、ないよ、まっすぐまっすぐ、小田原城、練り物が有名だね、練り物、うん、小田原練り物有名じゃん、なんか知らない、なんかお城って感じだけど、小田原城、なんか観光とかもしてみたいな、時間があればな、ね、無理だな、でも明日だ、帰りなら、ちょ普通だからマジでで一歩も出ないんでしょ、旅館から、そうだよ一歩も出ない、ただおっさんの旅行だよ、ただの、いや、ただ単に温泉入るがための激安旅行だから、男子会プラン、いいよ、ちーさん、なんか、露天風呂かなんかですか、シットベルトしても露天風呂で、だるまさんの転んだとかやっていいよ、いや、よくあるみたいに、きついシートベルトしなくてもいいよ、友人の捕まる姿はちょっとビデオに収めたい、すいません、急がないでお前どういうことだって、こうやって今友人が怒られてますって、あ、免許証出しましたってやりたいんで、いいけど、いいけど、あの罰金代払うのお前らだから、大丈夫、全員からカンパスだしたから、翔太がそれ払うから大丈夫、すごいカンパスもらわなかった、これもね、多分お前の方が給料来月いいかも、いや、そんな偉そうにしてもない、それはね、どういうこと、肉を切ってるんだよ、うちらは休日出勤をして、そうそうだからなんだよ、俺仕事辞めてきてくれたそれはちょっとね、切ってんだマジ給料切って給料、給料切って、そうなんだよ、忙しいんだよ、俺もこっちも新人ばっかで、やめちまえばいい、やめてニートになると、ニートになったら、じゃあ一回リセットして考えるから、さすがに無理せず リセットすればいい、厚木戻るかみんなでいや俺ね、リセットすると厚木に戻されるああ とりあえず A の1の1までしょ始まりはお前行きたくねえよ、あそこ超遠いじゃん、ね、厚木駅からさ、厚木駅から遠い30分かかるね、なんか喋ってよなんか喋るか、じゃあその治療の人はどうやってオナニーするの結局戻ってんな、俺は気になる、いいと思う、いいと思う
でも逆にチロって自分の手が気持ちよすぎるから女の子の体では感じにくいな。慣れすぎてるらしい。自分の手に特化しすぎちゃう。どんだけ気持ちいいんだよ、じゃあその手が。だから翔ちゃんの手は日本一気持ちいいかもしれない。気持ちいいかもしれない。あ、じゃあ早漏の人がその手法でオナニーをすればだんだんチロになってくる。なるほどね。なんか手こきが作ればいいじゃん。手こきが。翔ちゃんの手形作ればいいんだよ。あ、そうだよ。高さんと一緒じゃん、それ。こうやでも力の加減具合とか。翔ちゃんが一番うめんだ、力の加減具合が。それか、うちらがやってんのを翔ちゃんがこう手でこうやって後ろに手でこうやって後ろからすってこうお前、ここで金玉を触るんだぞっつって左手が空いてるだろこうやって歩いてるんでしょ、これ後ろがあって先生みたいに違うっつこれもなんか足も使ってるそうだ。自分の足で手で口使って戦時間なんて柔らかもっと早すぎて、早すぎて手が千本に見える。そんな話しながらさ、バックのその音楽がさ、あのちょっと東京事変でちょっと申し訳ないんだけど。いやでも入ってないっしょ、ちっちゃいから。入ってねえかな。多分ビジマ入ってると結構拾うんだこれ。拾おうよ。低俗な会話をしてしな。リンゴ様の目の前でリンゴ様が歌ってるのに、こいつらが来たらオナニーだのチローだの。本当に、なんだ、続けろ。逆にじゃあ、いいぞ。ソロはどういうオナニーを、もう全然もうするかというと、代表して言うけど、小田原西の先の、この3の、箱根口インターチェンジ。ここの3の口インターチェンジ。カリッところを使って。これ暗くて多分見えてねえからちょうどいい感じだもうあれだよ、チロも基本的にこうだよ。で、俺もこれやるよ、俺もやるけど、あの、まあ、時折こう自分ちょっと新しくこうやって、これを繰り返して明るくなる繰り返してやっていくとピッてこう箱根ターンパイプこえよ。低俗な会話だ。こえだと思ったもん。キュッて出るときって。こんな刺激で出てしまった俺は。やめましょう。おシートベルト聞いた。えらいもんで。渋滞中、ちゃんと緊急の時は聞くの。小田原に入ってから渋滞にハマってしまいました。すいません、ちょっとあの後ろの2人の卑猥な話を聞かせてしまって申し訳ない。ケンジロウ、お前はいいやつだった。バイバイ。はい、こんにちは。今どこを走ってるかというと山です。これは四方八方山です。常木さんが道を間違えて分かる。しまいました。いや、あのユージさん、俺が道を間違えたとか言ってますけど、あのチロウとオナニーの話をして盛り上がってたら曲がるべき場所を間違えてしまいました。すいませんでした。これから旅館に電話を入れてチェックインの時間が遅れるってことを言わなきゃいけません。すいませんでした。ってことで、今なんかすごい山道を走ってるんですけど、やばいですね。ちょっとぐにゃぐにゃして酔っ払いそう。ちょっとそろそろ千秋が危ねんじゃねえかって思うぐらいぐにゃぐにゃしてます。あと山です。自然に囲まれてやだね。トラック早く行けよ。なんだこの静岡、これだから静岡県民は。あ、今流れてるのはビップ店長です。ビップ店長かわいいよ。ビップ店長男だけど。ってことで、なんもないね。なんもないね。山しかないね。ちょっとユージにちょっと気の利いたお言葉をいただこうか。はい、どうぞ。ねえよ、お山を見てください。お山、はい。わー、綺麗。わー、綺麗。わー、綺麗だね。はい、はい、来た。うわ、綺麗だね。はい、ちょっと。はい、ユージさん、なんか気の利いたコメント、はい、ないです。何、ここのオフィシアなんかこんな無茶ぶりに弱かったっけ。弱いよ。ショウちゃんが一番得意だったよ。いや、俺一番苦手じゃないか、ショウちゃん。なんか面白い、滑らない話滑らない。一番ね、難しいだよ。滑らない話一発。滑らない話、ショウちゃん、なんかやってよ。滑らない話やってよ。滑らない話をやってよ。無理、サイコロとりあえず持ってこないとダメだよ。
もあれだな。あれだ、何？この年になってもあれだな。かき回してあれだな。しょちゃん、ローリンガール歌ってよ。え？ローリンガール歌ってよ。知らねえんだっつって。知らない人が歌うからいいって。1ミリも知らなければいい。風景撮った方がいいよ。今、箱根でしょ。箱根の山。箱根の神話が書いてある。俺は箱根の神話、神話スイキは知ってるらしい。え、箱根の神話、箱根の神話。いや、箱根の神話、ちょっと箱根の神話なら分かんないけど、うちの地元猪苗代湖の磐梯山、磐梯山の神話なら、磐梯山の神話、そういう神話に俺最近凝ってるからさ。うん、なんかね、猪苗代湖のそのなんだ、由来というか、なぜできたのかっていう神話があって、はい、なんか磐梯山には昔デーダラボッチみたいな、なんかすごいでっけえ巨人が住んでたらしいよね。でそいつがなんか水飲みてえとか言って掘り出したのが猪苗代湖らしい。えー、そうなの。だから、多分理由は絶対違うけど、なんかその大巨人が関係してたっていうね。ごめん、忘れた。デーダラボッチ、デーダラボッチみたいな、その末裔が常になんだろう。ちょっとでげえしな。なるほどな、そういうことか。そういうつもりか。どこか血入ってこうしないか。俺あと1ミリで186だよ。なんだよ、190とかじゃないの。190じゃない、さすがにもうね、伸びきった。今まだ伸びてたら怖えよ。いやでも伸びないと、ちょっとうちの職場俺ちっちゃい方だからね。ちっちゃい方だ。いや、お前がちっちゃい方って言うのおかしいんだよ。だから昨日もつぶやい、ちっちゃい方ってことはないんだけど、俺より高い人なんかすっげー見たけど、つぶやき4人で飯食いって、こいつが一番ちっちゃかった。そうそうそう。うちのチームになんか俺含めてでかいのが3人いて、あと受け負い責任者が2メートルあるのね。2メートル2メートル、俺のか2メートル。なんか本当身体測定の時、なんか検査場に乗り切れなくて測りきれなくて自己申告です。で次の健康診断でなんかそれ測れるから、測ってみたら 2メートル1センチで、1センチ伸びたとか言って嘆いてた。1センチ伸びた、これ以上伸びたくねえよと言ってた。飯の量とか半端ないんだろうな。半端ないな、あの人は。あれ、失敗、失敗。いや、とりあえず話すことなくなったんで切りまーす。はい、はい、来ました、はい、来ました。なんか景色を撮らないとダメだってことで。うわー、綺麗、見えねー。すげー、はい、来た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 、はい、綺麗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 でした。わー、雲近いよ、雲、雲ね、なんかね、いい形ないから。そうだな、雲がいっぱいあるな。雲がいっぱいあるから。で、クレーンが現れるな。おー、マリオがいるぞ、マリオが。あ、まあまあまあ、揺れてる。最高のおっさんがいた。はい、はい、終わり。はい、なんもないし。はい、はい。ってことでね、まあ、せっかく撮り始めたんでね、ちょっと友人にぶつけてもらおうかなっていう。嫌です。嫌です。そんなの嫌です。どこで泊まればいいんですか、これ。わかりません。わかりません。またこれ渋滞なんじゃないか。今こんな感じっす。案内地点まで 7.2キロ、到着予定時刻が14時40分。はい、遅刻。なんだなんだなんだ、この旅は山道を走る旅じゃねえんだぞ。早く温泉入りたいんだ。温泉まっすぐ待ってるよ。なんでタンバイク行かないっす。ってことでね、なんだ、小田原特許方面近道。なるほど、よくわかりません。はい、まっすぐ。なんだこれは。パークウェイじゃない、ね、パークウェイじゃない。おー、超綺麗。パークウェイ、どこどこどこ、これこれ、取るべき。なるほど。デーダラボッチがいた。デーダラボッチいいね。はい、あります。はい、モンソボッツ、モンソボッツ。いや、最近あれ見ないの、あの、落ち着いてる。なんだろうね、なんも取るものがないね。困った。チラ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 湖が見えるよ。あれ海だよ。海だよ。海なの？太平洋、太平洋。日本海じゃねえの？日本海じゃねえよ。太平洋だな。関東圏だから。日本海、日本海、韓国の海流れてくるから。毒と韓国領って書いてあるし。なんか最近さ、アニメ見るたびにさ、最初コメント付きのなんかサイト見るのね、ひまわり動画とか。そこにさ、なんか
で動画始まった瞬間韓国ドクト韓国料みたいなコメントがバー流れて、マジでうわ日本は日本はね韓国に乗っ取られてるし、そうやだね、ついにあれだろ、もうパチンコとかスロットだって全部韓国だぞ、そう収入源だからなあいつらの、よろしくないよね、もうやだらけ、電化製品も抜かれちゃったんでしょ日本、そうなの、ああいやスマホのだって一番受注高いやつがあれでしょ、韓国の電気会社でしょ、サムスンとかでしょ、サムスン、いいよいいよ、負けてもいいんだよ、どうせうちら韓国人と関わんねえし、だから韓国人にこうひれ伏さなきゃいけない、そう、そういう、そういう時が来るんだよマジで、ハン・ジュエナーって言われて、ハン・ジュエナーって言われて、ハン・ジュエナーって言われて、ハシムニだっつって、ハシムニだって、ハシムニだって、じゃあハシ、ハシって言う時どうすりゃいいの、ハシムニだ、ハシ、ハシ、ハシムニだ、チョッパステッキハシムニだ、チョッパステッキハシムニだ、やだよ、ハシムニだ、そんな言われて、言われて、だってハシ、チョッパステッキスだ、ハシって言ってるもん、だから途中に入れりゃいいんじゃん、やだな、これチョッパシマスッキシュあれちょっと韓国に乗っ取られそうなんで切りまーす、はい、こんにちは、すいません、また道を間違えてしまいまして、遠回り中の遠回り、到着予定時刻は15時9分です。で、ここはどこかというと熱海、熱海ですね、熱海のど真ん中っていう、ちょっとはい、すいませんでしたでもね、やっぱり予定通りというか計画通りというか、なんか各方面も遅刻するようで感じ、歓喜、オッケー、はい、オッケー、遅刻上昇、はい、オッケーで、常木さんが酔いまして、酔い止めを探してる後ろの2人がまた酔うという、なんともすごい結果になりました、酔っちゃった、酔っちゃった、お待ってもさ、馬刺しとかくれた、馬刺しいいね、おっさんだな、馬刺しカルビじゃなくて馬刺しに行くからね、もずくだの山菜だのほら、馬刺しだのさ俺じゃねえか一番若いの、カルビ食えん、頼むぜおっさん、カルビ脂っこいんだもん俺はとりあえず脂っこいんちゃう、なん気持ち悪い、気持ち悪いけどまだ大丈夫、メロンパン食わなきゃよかった、メロンパン美味しかった、馬刺し食おう、まだ脂っこい、馬刺し食おう、これね、なんか見た感じ、あー空綺麗ですね、じゃあ馬刺しの海に入るかどうか、うん、いいね、お、これがケンちゃんの就職先かな大丈夫か、ここまで来んの、熱海に、熱海に派遣されるかもしれない、お前ダメだっつってケンジロ、お前は熱海だ、ダメなとこなの、温泉入ってこい、それいいじゃん、左遷じゃねえって言われる、温泉入ってこい、言われるかもしれない、ちょっと熱海のね浴衣美人とかでもなんかいたら撮りたいとこなんですけど、女の子がいない、おばちゃんいる、おばちゃん、おばちゃんいらない、じゃあおばちゃんとセックスできるのかっていう話になったらできません、あ、これが僕らしい、そうそうそう、これ右、これ右ですね、市役所前温泉ペキン、そう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 みたいだね、姉ちゃん冗談だね、飛んでらしいお、なんか商店街に入りました、入ってきました、黄色い看板はドンキじゃないです、はい、看板でもないです、あれなんか模様です、商店街、商店街、あらで、ここで生まれたくないな、すごいな、ごちゃごちゃしてる、お、なんかなんか、なんか川がある、いいね、そろそろ着きそうだと思うんですが、21キロです、まだ20キロ近くあるけど、ちょっとごめんなさい、超遅刻です、はい、遅刻です、そうだよ、まだまだ走りますよ、 10.5 だよ、 10.5 走りますよ、やっぱ換金率も超悪いんだろうな、特に喋ることもない、どうしようないね、道案内しなきゃ、ねはいはい、来ました来ました、19キロ先、右、ずっと道なりですね、ずっと道なり、何が道なりなのか分かんないけど、浴衣美人は、お、浴衣美人、いやーじゃない、いいねいいね、熱海へ薬局、何やってるんですね、島ちゃん、オフィシーが通りますよ、オフィシーが通りますよ、焼き鳥これより、島ちゃん、カエー6年っつってねもう一回言います、焼き鳥小料理、しまちゃん、しまちゃん、こっちは長崎、しょうちゃん、そっちか、何の話だじゃあしまちゃんってあんの、
しまちゃん。しまちゃんからの？しまちゃんからの？しょうちゃん。しょうちゃん。しょうちゃんドアップ。ドアップ。ドアップ。しょうちゃんドアップ。なんかちょっと止めてさ撮りたいね。そうだね。ちょっと出たいけどね。いやいや遅刻ですから。僕ら遅刻してますから。ちょっと漢字が到着遅れるとちょっと非常にまずいんで。あの巻きでいかないと。すでに遅れてるの。押してますからね。そう。1時間遅れとか言って1時間10分遅れてるからねこれ。まずいじゃんこれ。とりあえず、まあ気持ち悪いね。なんか普通の商店街だけど、確かにここには絶対住みたくない。俺いいと思うけどね。いや絶対嫌だな。してないよこれ。だって下っていったらもう海だよ。海近いのはいいけど嫌だな。湘南よりも綺麗だよ。こっちは。俺はディスるぜ。だよ。てかね、道間違えたのが痛かったな。道間違えてどれくらいロスしたの？あの距離的には。まあ、30分くらい飯食ったからね。時間的には40分くらい。40分くらい、20キロくらい多分ロスしてるの。1時間10分とか。20キロか。いや、飯食ったから40分くらい。あれだな、なんてすごい超くれてる。そうなんだよ。こうなるんだよ。ボロクソすぎてアルチューみたいになってるぞ。これ全く俺が震えてるわけじゃないからね。プルプルしてる車の振動が。こんなんじゃここに灰皿置いたらだってもうトントンできるよ。トントンできるよ。あのすげえイライラしてる人みたいになってるぞ。つってね。進まねえし。進まねえな。進んだ進んだ。空は相変わらず綺麗。ここには絶対住みたくない、ね。走ると多分。本当にさっきから女の子がいないっていう状況。ここら辺はいない。箱根。せめてこういうなんかマンションとかにね、なんか女の子が洗濯物干してると。そういうのがあれば全然。面白いの。最近ハマってるやつ。面白い曲が流れますよ。もう6分か。切ります。